どうも、みなこです。今日は壁を塗ります。はい、ちょっとこの和室のね、一角を撮影スペースにしようと思ってて、で、ちょっとこの壁がね、色が暗いんで、白く塗りたいなと思って、これね、砂壁なんですよね。ほら、これ砂壁。で、私前にも古い家に住んでたことがあって、その時に砂壁の上に直接ペンキを塗ったことがあるんですね。で、それやってみて大丈夫だったから、今回はもう全然できるなと思って、ペンキを買ってきました。はい。こう壁にペンキを塗ろうと思ったら、壁をこう綺麗にして平らにしてやらなきゃいけないって思ってる人が多いと思うんですけど、私もそう思ってて、前に壁を塗った時は、一回この砂壁を剥がして全部、で、平らにしてから塗ったりしてみたんだけど、でも試しにこのまま上に塗ってもいいんじゃねえと思ってやってみたら全然大丈夫だったから、今回もそのまま上にペンキを塗っちゃいます。で、どんな感じになるのか見てもらおうかなと思って動画を回してます。はい、というわけでペンキ塗ります。みなたびチャンネル。これ。アーチ、つや消し、ホワイト。よし。ほんで、これ使います。ワンタッチコテバケ。ローラーとか、あとハケとか、いろいろ試してみた結果、これがね、一番ね、綺麗に早く塗れる。ホームセンターもさせて買ってきました。よし、塗るぜ。はい、完成。20分ぐらいかな。で、できました。ほら、結構ね、綺麗に塗れてると思う。じゃん。冬は2時間でね、乾燥するらしいけど、このまま1日置いといて、明日、この養生を剥がします。はい、1日乾かしました。養生テープ剥がしてみます。養生を剥がしました。まあね、素人だからねこの辺とか養生が下手だった家を買ってよかったなって思うな。こういう時だね。借りてる家だったらこういうの気にしなきゃいけないから、もっとちゃんとやらなきゃいけないと思うとやるのが苦になるけどもしかしたらそのうちこれ剥がれてきたりするのかな。まあそれも含めて、もし剥がれたりしたら報告したいと思います。でもパッと見とてもいい感じです。こんな感じで、ちょっとね、スタジオっぽくなってる思いっきり和室だけど。はい、これからここで撮影をしていくと思います。というわけで、今日は、砂壁にペンキを塗ったよのコーナーでした。では、またねー。